車椅子インフルエンサーとして活動する中島涼子氏が現在大炎上している。バリアフリー設備のないグランシアターでの映画鑑賞を断られたとしてイオンシネマを名指しX 上で告発したのだ。この投稿に対しては様々な意見が殺到。問題投稿は現在8000万インプレッションを超える勢いで伸びている。車椅子利用者としてより良いバリアフリー社会にするための問題提起のつもりだったのだろう。しかし結果として車椅子ユーザーとそれ以外の人たちの間にある溝を深める結果となった。そして現在そんな彼女の非常識極まりない過去の行動が掘り起こされ炎上はさらに勢いを増しているのだ。今回は車椅子クレーマー中島氏、新幹線の多目的個室を占領しライブ配信、猫をケージから解放、自分の権利ばかり主張する裏でルールを守らずやりたい放題していた事実が発覚した件について紹介していく。車椅子インフルエンサーとして活動する中島涼子氏の問題ポストが現在物議を醸している。イオンシアター内のバリアフリー設備がないグランシアターで映画を見るために劇場スタッフに介助を要求。何度か異例の対応をした施設スタッフだったが、最終的には人手不足やリスクを理由に設備のある劇場を利用するよう促したのだ。すると彼女はこれまでのスタッフの善意を棚に上げ、悲しいと被害者ムーブをかまして X 上で該当施設を晒したのだ。施設が提供しているサービス以上の要求をしていた上、断られた途端に名指しで SNS 攻撃。ネット上では素人による車椅子介助のリスクなどが指摘され大炎上となった。もちろん誰しもが理想とするのは究極のバリアフリー。障害者も健常者もその活動を制限されないに越したことはない。そのために公共の施設を中心に必要な設備を揃えるための努力が進められている。実際彼女が利用した映画館にも車椅子専用の鑑賞スペースが用意されているのだ。そういった施設の設備を自身で調べたり、上映時間を調べて来場することなく、わざわざ設備のない劇場を利用していた。本来提供されていないサービスを要求し、断ればネットに晒してしまう。バリアフリーを訴える彼女の主張は理解できるが、このやり方はあまりにも乱暴だった。結果として、彼女のこの不用意な投稿は、健常者と車椅子ユーザーの間にある溝を深める結果となってしまっている。善意を当たり前にしてサービスそのものを終了させる例。バリアフリー挑戦するのはいいと思いますが、人様に迷惑かけちゃダメですよ。今度から何か手助けを頼まれても手を差し伸べるのが怖くなってしまった。炎上してインフルエンサーとしてはいいかもしれないけど、他の多くの車椅子の人たちにとっては迷惑だ。車椅子ユーザーイコール面倒くさい人だと思われかねない。善意を向けてくれる人もこれで減るだろうな。こうしてこの問題への注目度が上がる中、 X 上では彼女のこれまでの活動も注目されることとなった。インフルエンサーとして YouTube への動画投稿やライブ配信も行っている中島氏。そして現在多くの指摘が上がっているのが新幹線移動中のライブ配信の様子なのだ。中島氏の YouTube チャンネル中島涼子の車椅子ですが何かというチャンネルでは1時間半から2時間ほどのライブ配信のアーカイブが複数アップされている。パッと見トイレのような個室の中にいる様子がうかがえるが、どうやら彼女が利用しているのは新幹線内にある多目的室のようだ。 JR のサイトによると、この多目的室は全列車に設置されているようで、普段は施錠されているという。障害者手帳があれば事前予約ができ、予約がなく空いている場合ならば乗務員に声かけすることで利用することができる。障害者の人たちの利用が優先にはなるようだが、相手さえいれば授乳や着替え、体調不良の場合もこの多目的室が活躍するようだ。そして現在指摘されているのは中島氏のこの多目的室の利用方法なのだ。彼女は1時間半から2時間もの間この多目的室を占領し、その中でライブ配信をしていた。実際に動画を見てみると、配信を盛り上げるためなのか大声で話したり歌ったりしているのだ。動画の途中では外からノックをされるシーンもあるが、返事をしたり対応することもない。彼女が予約をしていたとしても、場合によっては他に優先度が高い人や
緊急で多目的室を必要としている人がいる可能性も考えられるが、それに対する配慮はないようだ。さらに社内アナウンスが流れた際には、うるせえわなどと悪態をつく始末。車椅子ユーザーである自身への配慮の呼びかけには余念のない彼女だが、当時乗車していた他の乗客への配慮はしていなかったようだ。そしてさらに衝撃だったのは、彼女がこの新幹線の多目的室内で猫をケージから出していたことだ。 X 上でこの動画のスクショが拡散され、炎上に油を注ぐこととなった。そして中島氏もこれに焦ったのか、動画自体は現在削除されている。 JR のサイトを覗いてみると、新幹線内へのペット持ち込みは許可されているが、きちんと専用のケースに収めておくことが規定されている。ペットの顔や体の一部が出ないようにして、どんなにおとなしい動物でもケージに収めておくことが義務付けられている。もちろんそのまま抱っこして乗せたり、顔が出る状態で乗車することは許可されていない。こういった規定は不慮の事故を避けるため、そして何より不特定多数の人が利用する公共交通機関で、免疫力の弱い子供やアレルギーの人がいる可能性に配慮した結果なのだ。もっと言えばペットの安全もだ。彼女が使った後に、もし猫アレルギーの人や呼吸器疾患がある人が利用することになれば一大事。授乳や体調不良の人が使うことも考えれば、免疫の弱い子供や妊婦に弊害をきたすリスクも考えられる。 JR 側も乗客が動物を解放することは想定していないため、掃除をしてもこれらのリスクを回避できるとは限らない。さて、中島氏は車椅子ユーザーとして映画館の劇場のスタッフの配慮のない言葉に悲しくなったと語っていた。しかしその傍ら、彼女自身は他人の抱える問題に対する配慮は一切していないことが判明してしまったのだ。一方、通行の彼女の主張に世間の怒りは爆発している。アレルギーを持っている人ならわかると思うが、軽度であってもかなり煩わしい厄介な体質だ。手元にすぐ抗アレルギー剤などを持ち合わせていなければ、新幹線でのせっかくの旅行の一日が無駄になる。特に昔は軽視される傾向にあったアレルギーだが、重度の場合はその命を落とす危険性すらあることは誰もが知っている。アレルギーを障害と表現することは少ないが、健康な人よりもリスクを抱えているという意味では、これも一種の身体障害だ。こういった彼女の行動から垣間見えるのは、彼女が自身の発信によって推し進めているのは社会福祉の向上ではなく、自身のわがままの押し付けと善意の搾取、そして強要ということになる。もし社会福祉、多様性やバリアフリーの意識が高ければ、こんな行動をするはずがないのだ。こんなに簡単なルールが守れない人間に社会福祉を語る資格はない。世間からも怒りの声が続出している。こういうやつのせいで車椅子利用者が白い目で見られたりするんだよ。頭おかしいねこの人。車椅子ユーザーへの配慮は、映画館の従業員に自分と車椅子を持ち上げさせることまで求めるのに、アレルギー持ちや皮膚疾患への配慮は一切しない。利用規約にもペットケージから出すなって書いてあるのに、ルールを守れず他人への迷惑になってることに考えが及ばず、自分は好き勝手してるくせに他人には要求して、それが通らなければ被害者面。これはもう車椅子とか障害者とかは関係なく、人間性の問題。こんなことしながら JR に物申すみたいな動画載せてんだから、自身は特権階級とでも思ってるんだろうな。多少無茶を言っても相手が従うのは当然だし、それで何か言われたら烈火のごとくブチ切れ、さらにはピエンしながら SNS に晒すのも抵抗がないんだろう。車椅子インフルエンサーと銘打ってるけど、これただの非常識な人ですよね。厚かましく横暴でもらい事故したヨンシネマさんは気の毒。まともな活動せず身から出たサビ。今回の件もそもそも私はおかしいと思ってたけど、日頃の行いがこれではさらに同情の余地なし。クレーマーだったんだねで終わり。イオンシネマさんほんとかわいそう。これ JR に注意お願いされても映画館の時同様に、なんでいけないの、悲しくなりました。猫って家族ですよ。 JR の心の狭さに悲しくなりました。張り紙もされてないし、以前は大丈夫でしたよとか SNS に上げてそう。うちも障害持った子いるけど、当然配慮、特別扱いしろみたいな傲慢な人間にはならないでほしい。こらもうアウトだわ。
配慮以前にルール遵守の意識がない人だった。真っ当に生きている上、他人にも配慮して社会に馴染んで生活している障害者が気の毒すぎる。中島涼子氏、まさにこれ誰かがツイートしてた、小さな王様として育てられた社会性のない障害者の代表例なのでは。コメントにもあったように、中島氏は自身の YouTube チャンネルに、車椅子女子が JR で直面した問題について語るという動画を出している。タイトルからも想像いただけるように、約20分間 JR を利用した際に起きたトラブルについて語る動画だ。すでに様々な配慮がなされている JR の問題を語る前に、自身を振り返り、基本的なルールを守るところから始めるべきだとしか言いようがない。彼女の YouTube チャンネル名、車椅子ですが何かというタイトルも、こういった迷惑行為の後に見ると開き直って言っているセリフのようにも聞こえてしまう。そんな中島氏は炎上以来、 X 上に自身の言葉で投稿はしていないが、おそらく自身の考えを代弁してくれているのであろういくつかの投稿をリポストしている。中でも現在注目されているのが、ある過激な中島氏アンチの投稿のリポストだ。この投稿自体は言葉があまりにも攻撃的なのだが、要は文句があるなら家にいろといった趣旨の内容だ。中島氏の言動が腹立たしいことは理解できるが、いかんせん言葉が乱暴すぎる。しかし彼女はこの投稿をなんとリポスト、そしてこの行動も現在批判の対象になっている。これを本人がリポストしてるの悪質すぎるし、証拠の腐った様子が見て取れる。自分の言動が世間ではクレーマーと呼ばれること、過剰な要求、非常識だったことを思い知らされて、反省するどころかお仲間に、仲間のみんな、こいつ叩いてとすることの醜さ、だから助けてもらえないし断られるんだよって感じ。この投稿以外にも、真っ当な言葉遣いと最もな指摘をする投稿が多く上がっているにもかかわらず、中島氏はあえて攻撃的な投稿をリポスト。おそらく攻撃対象を自分から他に向けたかったのだろうが、どうやら逆効果だったようだ。インフルエンサー、活動家としては今まで以上に注目を集めている今こそ、まずは釈明なり謝罪なりをして、本当に議論すべきことを取り上げるべきだが、こういった中島氏の行動からわかることは、彼女が求めているのは社会福祉の向上云々ではなく、インフルエンサーや活動家にありがちな自己肯定感や承認欲求を満たすための同情コメントや応援コメントなのかもしれない。世間の障害者たちにとって、中島氏はもはや最強のアンチでしかないのではとすら思えてくる。身勝手な彼女の言動が、その他体制の障害者に対する偏見や迫害につながらないことを心から願う。